キ優ユ平タ、ヒラノシオウ、ジングージユタが、再開、新グループ、ナンバー、アイ、結成発表。ジャニーズ事務所を退所したキシユータ、28歳、平野紫耀、二十26歳、ジングー太、ユー25歳が、新たな一歩を踏み出し、音楽活動への意欲を見せています。この驚きの発表は、滝沢秀明氏、41歳が設立した株式会社とべ、トゥービーの生配信内で行われ、 約67万人の視聴者が3人の門出を見守りました。新グループ、ナンバー、I、ナンバー I の結成と、その背後にあるストーリーについて詳しく見ていきましょう。岸優太、平野志洋、神宮寺優太、再会と新たな挑戦。ジャニーズ事務所を退所した3人のジャニーズメンバーが、戸部に加入し、新たなグループ、ナンバー、I を結成するという驚きの発表は、9月末に行われました。 彼らは以前、同じグループで活動しており、再び一緒にステージに立つことがファンにとって待ち望まれていました。この発表は、東京ドームからの生配信で行われ、そのスケールの大きさは今後の活動の期待を高めました。岸優ユータが白のタートルネックにオフホワイトのジャケット姿で登場し、平野仕様と神宮寺ユータに向かって走り出す瞬間は、ファンにとって感慨深い瞬間となったことでしょう。 岸優太は飛べでの活動を宣言し、その瞬間に息の合ったやりとりでファンを楽しませました。新グループ名、ナンバー、愛の由来について、岸優太は語りました。一番を目指すのは何よりも大切なことですけど、何より大切なのは道筋。その中で僕たちらしく、どう輝けるか、いかに楽しめるか。その中で、ファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうのが、愛の一つ。引きで見ると、 ナンバーワンにも見えるじゃん。愛はオンリーワンみたいな。ジャストアイデアで、愛は、ラブの、愛にもなると語った彼の言葉は、グループ名に込められた思いを表現しています。音楽活動への意欲を感じさせる言葉も聞かれました。平野紫耀は、コンサートは、やっていきたい。僕たちらしく、距離を縮めてと述べ、岸優ユタも、曲でも表現していきたいと続けました。神宮寺優太も、曲を先に聴いて、 このパフォーマンスを見てファンになってくれるのは嬉しいと話しました。これらのコメントから彼らの音楽活動に向けた情熱と意気込みが伝わります。ファンの期待とサポート。この驚きの発表により約67万人の視聴者が3人の新たなスタートを見守りました。岸優太は実感が湧かないとしながらも3人での活動に新鮮さはあるよね。全力な姿をお届けして。 ファンの方に胸に届く何かを与えられたらと宣言しました。この言葉からファンとの絆を大切にし、彼らの音楽活動を通じて何か特別なものを提供したいという強い意志が伺えます。岸優ユタ、平野志洋、神宮寺ユ太タのシングループ、ナンバー、愛の結成発表は多くのファンにとって驚きと期待に満ちた瞬間でした。彼らはジャニーズ事務所を退所し、飛べに加入することで、 新たな音楽活動に挑戦します。岸優太のナンバー・アというグループ名には一番を目指す思いとファンとの絆が込められており、その熱意はメンバー全員に共通しています。生配信内での発表ではファンにとって感慨深い瞬間があり、約67万人の視聴者が3人の門出を見守りました。彼らは新たなスタートに向けて意気込みを述べ。 ファンに特別なエンターテインメントを提供したいとの強い意志を示しました。ファンは今後の彼らの活動に期待を寄せ、その成長と成功を心から祈っています。